イオンモール柴田は、新潟県柴田市住吉町に立地し、イオンリテール株式会社が開発、イオンモール株式会社が管理、運営するモール型ショッピングセンター。2005年4月、イオングループとしては、新潟県内で初のモール型 SC となる、イオン柴田ショッピングセンターとしてオープン。2011年11月21日、グループ内のモール型 SC のブランド名称統一に、 合わせ、現名称、イオンモール柴田に改称した。SC を含む、周辺一帯は、西柴田駅前土地区画整理事業により造成された土地であり、新興住宅地が広がる。イオンではかつて、柴田駅前に総合スーパー、ジャスコ柴田店を出店しており、1990年代中頃には、駐車場不足を理由に、 柴田 IC 周辺の審査会長への事実上の移転が計画されていたが、地権者との交渉難航などから頓挫し、そのまま業績不振で1996年に閉店したという経緯がある。よって、柴田市には再進出ということになる。各店舗のイオン柴田店と約80の専門店テナントで構成されている。出店テナント全店の一覧、詳細情報や、 営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細、和音などの電子マネー決済に対応していない、テナントの一覧などは公式サイトを参照。西柴田駅、柴田南バイパスとンモール柴田、JR 西柴田駅前であり、国道460号沿いで国道7号の柴田 IC からもほど近い立地である。かつ、中心市街地からも比較的資金である。 新潟県内のイオン一部店舗では、高齢者など、交通弱者の利便性を維持するため無料送迎バスの運行を行っており、東 SC でもオープンから2006年10月31日までの間、柴田駅前から市街地を循環して SC に至る無料送迎バスを1日中往復運行していた。柴田市では、同年11月1日から前述の、 市街地循環バスを運行することを決定し、イオンはこの事業に協力するため無料送迎バスの運行を終了し、同日から大対策として、バス利用者に対し、柴田市、コミュニティバスの回数券を一乗車分サービスしている。なお、循環バスの運行開始当初は SC に近接した停留所が設けられておらず、利用客は西柴田駅、北口ロータリーとの間で、 徒歩連絡を強いられていた。その後2009年4月1日のダイヤ改正によって、SC 北口にバス停留所が新設され、利便性が改善されている。ありがとうございます。